ですけれども、事故が起きてからその基準値っていうものが上がってしまったんです。上がってしまって何人気でしょって言ったら、それまでの基準値では流通できなかったから、国が基準を定めて流通させるようになったっていうことをぜひ多くの方に知ってもらいたいんです。で、特に知ってもらいたいのは若い女性の方と小さいお子さんがいらっしゃる方です。なぜなら放射性物質の体に及ぼす影響が一番生じやすいのが若い女性の方と小さいお子さんです。また一番難しい問題というのが、小さいお子さんが食べるものに関しては周りの大人の方が与えるものしか食べられない、お子さん自身が選択できないということをぜひ、小さいお子さんがいらっしゃる方、自分の子供の立場に立って考えてあげてください。本当にこの食材にいいのかっていうことをぜひ気を持って考えていただきたいと思います。先ほど話した方が今年の中で今日、甲状腺が172人発症しているという状況が言われました。なんで発症したのか、それが福島県だからなのか、茨城市でも3人のお子さんが甲状腺がにかかっていますと言うならば、他の地域でも発生する可能性があります。一番簡単なのは生活被害で病気になれば一番簡単なんだと思うんですよね。皆さん感じやすいと思います。ただ残念ながらみんなに症状が起きるわけではない、だから大丈夫って言えないと思うんです。ぜひこのことを踏まえて、小さいお子さんがいらっしゃる方が食事を扱うときにどれくらいの放射性物質があるのかな、ここの件はどうなのかなってちょっと考えていただきたいと思います。農林水産省のホームページをぜひご覧ください。放射性物質とか検索したら出てきます。知ろうと思ったらいくらでも知識はいられ入れられます。メディアが伝えることが全てではない、伝えていることが全てではないということをぜひ多くの方に知ってほしいと思います。今ボランティアが日差しを配っております。ぜひお受け取りください。情報として知ってそうはないと思います。ぜひ多くの方に知ってもらいたいと思いお話をさせていただきました。ありがとうございました。
街の空気のきれいな味をして食べ物の美味しい新幹線に帰りたいと思っている人、皆さんそうです。ところが今も現在も帰ることができない10万人近くの人が今現在も福島第一原発の事故により避難したまま帰ることができていないということ、皆さんご存知でしょうか。このような情報をなかなかテレビとか新聞とかで言わなくなってしまいました。しかし現実にはそういう実態があります。私たちの関東の人間が立っていたのが福島第一原発の電気です。福島で起こっていた電気を使っていたのは福島の皆さんではありません。関東の私たち、多分新宿のこのネオンサインも福島第一原発で作った電気を使っていたのではないかと思います。私たちが感受していたその電気の恩恵は福島の原発事故により多くの災禍を福島の皆さんに負わせてしまったということ、このことをもう一度思い出していただきたいのです。今ここを歩いているほとんどの人たちは2011年の3月11日の地震とこの世に起きた福島第一原発の事故のこと、今は環境なく生活している方がほとんどだと思います。しかし今も現在も実を言えば福島第一原発からは大量の汚染水が流れていて、そして海を汚染し続けています。皆さん関係ないと思っているかもしれませんが、海のものを食べていたり、そしてまた汚染されていたものを食べているということ、本当は知らなくてはいけません。本当に知らなければいけない情報が今テレビや新聞では出ていないのが今の現状です。皆さんが食べていたものがどの程度の放射線量だったかということを皆さん今ご存知でしょうか。今ここに配っているチラシに出ていますから、ぜひ一斉に取ってご覧になってください。本当に本当に必要な情報、皆さんがこれからも健康で、そして皆さんのお子さんやお孫さんが健康に暮らしていくため、生きていくために本当に必要な情報が実は今テレビや新聞ではほとんど報道されていません。福島第一原発では今もなお汚染水、そして放射能が出ております。第一原発の1号機と2号機の間にある排気筒というものがあります。大きな筒です。これはベントということをして放射能を事故の時に排出しましたので、この排気筒の中は大変な放射線量です。この排気筒の近くに近づいただけで、そこに数時間いただけで死んでしまうという、それだけの放射能がある排気筒が今もなお福島第一原発の間に立っていますが、その排気筒を支えている鉄塔がすでに破損して、いろんなところが折れそうになっているということ、そういうことも東京電力は大きく報道しておりませんが、東京電力のホームページなどを見ると排気筒が破損している写真があります。これを見ると本当にびっくりしてしまいます。そして排気筒のすぐ下のところに放射線量を測っている人の写真があります。この人大丈夫かと思います。なぜかというと、そこで放射線量を測っている人のところには1時間いるだけで死んでしまうほどの放射線量があるからです。今も現在も大変な放射線量があります。それが崩れたらどんなことになるかということ、そういうことは皆さん情報知りませんでしょう。そういう情報はテレビや新聞が伝えてないからです。皆さんが本当の情報を知ろうと思ったら、自分で一生懸命インターネットなどで調べなければわからないのが今の現実です。その一部でも皆さんに知ってもらいたいということで、私たちは今ここでチラシを配布しております。今私たちに本当に直接関わってくるのは食品の問題、
日毎日食べ続けていく、私ぐらいの年齢だったらもういいかもしれませんが、小さいお子さんや若い皆さん、そしてこれからお子さんを産んでいく女性たちには本当に重要な問題となっています。先ほどお店のことも書いてありますので、ぜひこのチラシを読んでください。そして今すごい問題になっているのは、福島第一原発事故から出た多くの汚染物をどのように処理するかということ、日本の中でも本当に重要な問題で、全くどうしようということも決まっていないような状況です。ところが日本は原発事故以後に放射能汚染されたものをどう処理するかということに関して大変甘い指針を作りました。原発事故前には1キログラムあたり100ベクレル以上のものは厳重に放射線管理しなければいけないという、ドラム缶に入れてどっかにちゃんとしたところに保管しなければいけないという、そういうふうに決まっていました。1キログラムあたり100ベクレルでした。ところが原発事故以後1キログラムあたり8000ベクレルまでいいということになってしまいました。そして今8000ベクレル以上のものが横浜の小学校、17の小学校に3トンもあるという原発事故により雨水などをためたこのタンクの底に溜まった汚泥が8000ベクレル以上ある、放射能汚染されている、これをためたものを横浜の小学校の17の小学校に3トンもあるという、そういうニュースが来たのをご存知でしょうか。皆さんあんまり知らないと思います。そして今横浜の小学校のこのようなものや、そしたらまた幼稚園児のいるすぐそばにもそういうものがあるということで、お母さんたちが運動を起こしてなんとかどっかに持っていってほしいと言っています。そういう運動をやっているにもかかわらず、あろうことか日本は放射能の汚染物に対する基準が甘いから、フランスまでの汚染物の基準が厳しいところから、放射能汚染されたものを日本に持ってきて日本で処理してもらおうという、そういう話が持ち上がっています。日本にある放射能汚染物が出るの大変なのに、お金出したい人はフランスから放射能汚染されたものを持ってきて日本で処理するという、そういう考えまで出てきました。それが通ろうというような状況になっているんです。日本は唯一の被爆国として、先日の8月の6日、8月の9日にも原発のこの記念日にたくさんの人が来て、被爆国としてのいろいろな情報を世界に訴えてきている、そういう国です。ところがその国が放射能に関して一番甘い放射能基準を作って、そして世界の放射能汚染物を日本で処理したらいいんじゃないかということまで言われているという、本当に皮肉なことじゃないでしょうか。原発事故で私たちは大変な負荷を背負っているにもかかわらず、そのことに目をつぶって、そして世界に原発を輸出したい、それでお金儲けをしたい、そしてまた原子爆弾を作る能力も持っておりたいという、そういう日本政府の考え方によって、日本が本当に本当に放射能に関して無感覚な国になってしまっているということ、皆さんご存知でしょうか。8000ベクレルまでいいなんということは大変なことです。